本日はプレイステーション3を実際にね起動初起動させていきたいと思います。今ちょっとね置くスペースが確保できてないのでとりあえずデルのパソコンの上に置いています。で接続はこの三菱のディスプレイを使いたいと思うので HDMI 接続になりますね。というわけでデルのパソコンから HDMI を抜いてねプレイステーション3に挿しましょう。そして電源ケーブルですね、まあ、これはどっちでもいいようになってますね。はい、ということで完成しました。以前はね主電源スイッチがあったんですけれどもそれはもう薄型なくなりました。ではね電源つけていきましょう。その前にコントローラーをね開けていきましょう。電池はもう充電されてないよね、やっぱ。あ、充電されてるか。ランプ4つついてたら大丈夫ですよね。じゃあこれ、OK かな。ちょっとね、前のめりになる感じかな。じゃあ、電源つけましょう。スイッチオン。わあ、コントローラーをさせと。で、PS ボタンを押す。設定情報が破損したため、設定およびユーザー情報を初期化しました。ん？中古品もしかして。未登録のユーザーデータ復元しました。いや入れてない新品なはずなんだけどなんでですかねソニーさん。ちょっと怖いので初期化します。ちなみにバージョンは 4.31 ですね。で初期化します。初期化はね、なかなかすることないですからね。
通ならこれが出るはずですよね。これをキーボードを用意しました。ということでできましたね。これでなんかちょっと不安だった PS3 も復活ということで、というわけで今回は、PlayStation 3をですね PS クリニックから無事に帰還してきまして、新品になって戻ってきましたので、それの報告、そして開封、そして初起動ということで PlayStation 3の紹介を終わります。